今回開封するのはこれはね、トランスフォーマービースト覚醒の、まあ、おもちゃね、パパッとチェンジ、オプティマスプライムか、だね。まあ、簡単に言ったらまあね、まあ、世代にも変わると思うけど、ビーストウォーズのね、コンボ、もうコンボよ、もちろんと思うけど、まあ、外国ではオプティマスプライムか、やんじゃね。こういう感じ、顔もね、こういう感じだったけど、なっと思うけどね。まあ、普通にまあ、こう、3段階か。1、2、3段変、3段階で変形できる感じだね。こういう感じ。箱はこんな感じだね。まあ、コン、ぶってますよね。で、あって、ゴリラな、ビーストモードか。で、横にはまあ、グリーンのドアップか。と、なんかな、多分まあ、エネルゴリラ、エネルコンではなく、なんかマークかな、この。で、画面もこういう感じね、説明が、こういう感じで、説明が、スタンダーシリーズから、ロボットモードに変形するって感じだね。横面はまあ、一緒やね。サイバートのマーカー、なんでこれサイバートのマーク、サイバートのマークやったっけ？よく、ウィーバーこんな感じだね。では、中身の方を開けてみ、中身の方を取り出しましたね。まあ、中身はこのコンボイか。コンボイって売っていますと、あとなんかの説明したいな、こういう感じで。これの説明がね、こういうのがあって、まあ、変形のあり方やね。どうなんか説明が正しく伝えるとき注意って感じで。じゃあ、あとは、こうなんかの、これか、こういうのか、こういうのありますよ、みたいな。じゃあ、なんかないよ。チーター、エアザーか。うん。と、こちらには、こういう感じだね。こういう感じで説明があると感じか。じゃあね。よいしょ。ここで置いといてと。じゃあロボットの方見ていきましょうか。ロボットアップにすると、まあこういう感じだね。コンボイの、ね、顔が、コンボイじゃない、コンボイってまあ、もうコンボイでいくか。でね、感じがあって、こういう感じ。ね。色的な茶色、黒い、まあ茶色っぽいとかね、色味的には。これね、ゴリラの、ここにゴリラの顔があるんやな。感じね。こういう感じで。こういう感じやな。じゃあね。まあ、こういう感じでいいんかな。大きさ比較やけど、まあ、ここにバイスタンプか。バイスタンプの、大体、これバイスタンプやな。の、大体2個かな。2個分ぐらいやな。多分大体2個分って感じか。で、まあ、可動域としては、可動域、変形の関係でこれが動くで、これが。例えば、固定やけど、これが変形関係でこう動く、こうやっていく感じか。で、頭部は、まあちょっと、こういう感じ。まあ左右に動く感じか。上下にある。で、まあ、これ変化別でこう動くだな。足の可動はなしやね。まあ、この、まあ、この、プッシュ。まあ、変形するときにね、プッシュか。がある感じか。ね、まあ、で、まあ、一応、まあ、か。で、広告なんか広告が、ね、だから広告がなんか、多分変形情報だったのかな、多分。あれかな、多分これ言ったら、これ見たら分かると思うけど、あの、メタルスか。メタルスのなんか、ね、ピースオーズメタルスってなんかね、スパーク出すだけで、ね。なんか、スパーク出すとかシーンがあるんやけど、そのシーンにここが一回お腹が開いてからスパーク出すんやな、確かな。わかるかな、まあいいか。うん、そしたら、それでは、ビーストモードにしていきましょうか。ビーストモード、まず、腕を横にして、腕をこういう感じしてね。で、あと、これね、こうして、で、このボタンか、これは。このボタンを押しながら、押しながら、こうやって回すと。よいしょ、これで。よいしょ、つかみないと、これで。ビーストモードに関してはね、これで。
飛びそうと、こういう感じだね。まあ、四つん這いになったな。で、こういう感じで。感じやな。アップテミオ、アップの顔面はこうやね。あ、こうサイドとこのサイドのマーク見て、切れなかったな。感じやね。この原型の関係中、変形の関係。これで可動域は、腕がまあ、これ変形、これは向上、横に動くんか、横に動いて、首は固定やな。でも、まあ固定、足も固定やね。ね。よいしょ。まあこういう感じだね。では早速変形してみようか。ビースモードからロボットモードに変形させたいと思いますね。まあ、変形した時は、まあ、これが、こういう感じだね。こっちが、これが前、も、えー、足の前後で、前の部分やねんか。ってことを、ここをプッシュ、ここをプッシュね。ここをプッシュして、いっ、おっと、来た。で、よいしょ、こういう感じか。下手くそやな。下手くそ 3D やろうね。もう一回やろうか。下手くそ、もう一回見よう。よいしょ。こういう感じだね。感じで。こういう感じか。まあ、パパッといくな。こういうんで。これ、あ、でも、これいくやん。子供までは変。この状態で、回るのかな。あ、回ったわ。こういう感じで回るんか。この状態でもこう曲がるんやな。ね、すいませんでしたってなんか謝っとう状態で言うんやけどな。こういう感じで。頭でかな。これで押してさえいけんか。これって長押しでもいけんかな。長押しとか、長押しで、やっぱ長押しは無理や。無理か。やっぱ一回一回ボタン押さなあかんねやな、これって。よいしょ。ちょっと寝てたら変えて。ってことは、スピード勝負でいうか、スピード勝負で。下手くそやな。もっと早くできる。もっと早くできるかもしれんな、こうやって。お、一気に来たわ。お、すごい。すっごい。普通にすごいな、あれやな。これでもこういう感じかでも。あ、で見たら胸痛んじゃん。こう胸が。おお。こう見たら胸、こうじゃない、胸やったんか。今気づいた。ええー。感じが。よいしょ。まあ、初めての投稿や、こういうのはどう、こういう投稿始めたから、ちょっとね、下手すぎたかもしれんけどね。もっと、ね、やり方があったかもしれんな。もしあねか、まだ、の、アドート成長、アドート成長するやろな。自分で言うんかい。まあ、ね、はい。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。もしよかったらね、この動画の評価とかコメントの方もよろしくお願いします。あとはね、この動画以外にもたくさん動画がありますんで、もしよかったら見てくださいね。まあ、最終的にはね、このチャンネル、もうちょっとチャンネルの登録の方もお願いします。それじゃあ、また次の動画で。